I can't slow down, shouting loud, got me running red lights. Oh, I just can't get you out of my mind. I can't slow down, raising wild, speeding into the night. 皆さんこんにちは、白玉ファミリーのママさんです。今回は購入本を6作品ご紹介したいと思います。ただ今回はいつもの購入本とは少し趣向が違います。どういう違いがあるのかは本編で明らかになりますので、ぜひ動画最後までお付き合いいただければと思います。はい、今回の購入本の選書基準は、視聴者の方におすすめいただいた作品という選書基準になっています。いつもコメントで視聴者の方々からたくさんおすすめ本を教えていただいているんですが、それらね、すべて手元に控えているんですが、いつの間にかたくさんおすすめ本が集まりました。なのでこれだけたくさんねおすすめ本集まりましたので、購入本をおすすめ本だけでやってみようと思い、今回動画投稿させていただくことになりました。常々お礼はコメントで書かせていただいていますが、ここで改めまして、視聴者の皆様いつも本当におすすめ本を教えてくださりありがとうございます。ではここからどんな本をおすすめいただいて購入したかご紹介していきたいと思います。はい、世界で一番透き通った物語、杉井光著。まずはあらすじご紹介します。大御所ミステリー作家の宮内彰吾ががんの闘病を経て61歳で死去した。女癖が悪かった宮内は妻帯者でありながら多くの女性と交際しており、そのうちの人々は子供まで作っていた。それが僕だ。宮内の死後、彼らの長男から僕に連絡が入る。親父は世界で一番透き通った物語というタイトルの小説を死ぬ間際に書いていたらしい。遺作として出版したいが原稿が見つからない。何か知らないか。奇妙な成り行きから僕は一度も会ったことがない父の意向を探すことになる。知り合いの文芸編集者キリコさんの力も借りて、業界関係者や父の愛人たちに調べを入れていくうちに、僕は父の複雑な人物像を知っていく。やがて父の意向を狙う別の何者かの妨害も始まり、ついに僕は世界で一番透き通った物語に隠された衝撃の真実にたどり着く。こちらの作品は複数の視聴者の方々からお勧めいただいていました。またね、世間でも非常に話題になっている作品かなと思います。本屋さんにね、いつ行っても目立つところに陳列されている気がします。本作は主人公の男性が、父の意向となった世界で一番透き通った物語というね、原稿を探していくというストーリーになっているみたいですね。ただこの世界で一番透き通った物語というタイトルからこうちょっと物語が連想しにくいので、どういった意味でこのタイトルついているのかなっていうのがね、非常に気になるところです。また加えて表紙はね、結構みずみずしい感じがするかなと思うんですが、これのみずみずしさに対してあらすじ最後に書いていた衝撃っていう言葉もなかなか結びつかないから、そのあたりのギャップも非常に気になっているところです。ただちょっとだけ、読んだ方の感想を拝見したんですが、最後にとんでもない仕掛けが待っているらしいです。かなり手の込んだ驚き、衝撃が待っているみたいで非常に気になっています。こういったね、前評判の作品っていうのでね、思い出しますのは、箱舟ですとか、結城春夫さんの箱舟ですとか、藤崎翔さんの逆転美人ですね。このあたりなんかを思い出すんですが、こちらの2作品は読んでいるんですがね、もう腰を抜かすほど驚いたので、すごい衝撃が待っていたので、またこの衝撃、驚きをまた味わえるのかと思うとね、非常にワクワクしています。読者もね、驚きという点ではもうかなり体験型になっているかなと思います。早く読んでおすすめしてくださった方々と同じ驚きを味わいたいなと思っています。はい、卒業生には向かない真実、ホリー・ジャクソン著。まずはあらすじご紹介します。大学入学直前のピップに不審な出来事がいくつも起きていた。無言電話に匿名のメール、首を切られた鳩が敷地内で見つかり、指導にはチョークで首のない棒人間を描かれた。調べた結果、6年前の連続殺人事件との類似点に気づく。犯人は服役中だが無実を訴えていた。ピップのストーカーの行為がこの連続殺人の被害者に起きたことと似ているのはなぜなのか。ミステリー史上最も衝撃的な自由研究には向かない殺人3部作の完結編。はい、こちらはね、もともと読もうと思っていたんですが、視聴者の方にもお勧めいただきました。またね、本当にありがたいことに、こちらの作品読んだ感想も聞きたいっていう風にね、コメントをくださっていまして、非常に嬉しいコメントに、早速買いに行きました。こちらは主人公の女子高生ピップが、彼女が住む町で起きた事件について再調査をし、真相を突き止めていく、シリーズ3作目にして完結編になっております。私はシリーズ2作品ともすでに読了しておりますので、完結編である本作を読むの非常に楽しみにしておりました。ここでちょっと簡単にシリーズ1作目2作目のあらすじをねご紹介したいなと思います。シリーズ1作目「自由研究に向かない殺人」についてです。こちらはピップが住む町で起きた少女失踪事件について、その結果に納得がいかなかったピップは自身で再調査をしていくという流れになっていきます。ここからピップは真相を突き止めていくんですけれども、素人探偵らしく触手をあちこちに伸ばしていき、そこからね少しずつ真相に近づいていくっていう流れがちょっとドタバタ感もあって面白かったです。ただ謎の真相については結構ビターな内容でした。そしてシリーズ2作目「優等生は探偵に向かない」では、前作でのピップの活躍を買い、ピップの友人である男の子が、自身の兄が行方不明になっているので探してほしいというふうにねピップに持ちかけます。こちらの作品も物語前半はドタバタ感もありつつも謎解きがしっかり楽しめる作品となっていました。ただシリーズ1作目で一般市民のピップが警察が片付けた処理した事件の真相を見つけてしまうということで、その結果から思わぬ余波が生まれ、それによってピップが苦しめられる姿も描かれていました。事件の結末もちょっとビターな内容っていうのも相まって、人生いいことばっかりじゃない、全員でやったこと全てがいい方向に向くわけじゃないというねある意味とてもリアリティのある結末だったように思います。そういった流れからシリーズの巻を追うごとにちょっとずつね結末というか内容のビター度が増している印象を持っていました。そこで本作を読んだ方の感想をちらっと見たんですが、結末は結構ね衝撃が待っているらしいんですけれども、その衝撃の内容っていうのがもしかしたらピップにとっては辛い内容なのかななんていうふうにねちょっと予想してもいます。ちょっとビターな内容もあるかなと思っているので心構えはしているんですが、とにもかくにもシリーズ最終巻ということで、非常に楽しみにしている作品です。前作のねシリーズ2巻目の方の最後っていうか結末はもうかなり続編を匂わせる内容になっていたので、非常に気になる内容で終わっていましたので、その内容の意味も含めて本作読んで確かめたいなと思っています。はい、狐狩り手島養著。まずはあらすじご紹介します。3年前のバイク事故で右目を失明した警察官の尾崎冴子は訪れた事件現場でその一部始終を目撃する。以来尾崎の右目は3年前の光景を映すようになった。それを知った所長の深沢は尾崎の信頼する弓削警部補と共に未解決一家4人殺害事件の再調査に乗り出すが、こちらの作品は視聴者の方にお勧めいただかなければ知らなかった作品です。とてもいい機会をいただきました。ただおすすめされてから読んだ方の感想をねちらっと拝見したんですが、大変好評なのをたくさん見ましたので、視聴者の方のねお目の高さが伺えました。物語の主人公は事故で失明した右目が3年前を見通すことができるようになった、刑事尾崎です。この過去を見通すことができるという設定に非常に SF っぽさを感じるんですが、あらすじを読んでいると結構ね警察小説、骨太な警察小説な印象を受けます。またあらすじを読んで気になったのは、3年後を予想するという未来予知ではなく3年前を見るというね過去を知るという設定です。未来を見ちゃったらもう警察の出番ないだろうっていうふうにね思われるかと思うんですが、そうだろうなと思いますので、この設定は当然なのかなとも思いつつも、3年前を見たところで、手遅れな部分もあるだろうから、その辺りはね尾崎たちの調査にどう生きてくるのかっていうのがね非常に気になるところです。表紙の雰囲気と一家家族4人殺害事件っていうねちょっと不穏なワーディングに、ビビるの私は若干身構えてはいるんですけれども、口コミも大変好評なのたくさん見ましたし、おすすめしてくださったね視聴者のコメントもかなり熱量高めでしたので、非常に読むのが楽しみな作品です。はい、検察側の証人アガサ・クリスティ著。まずはあらすじご紹介します。街中で知り合い親しくなっていく金持ちのオールドミスと青年レナード。ある夜そのオールドミスが撲殺された。状況証拠は容疑者の青年に不利なものばかり。金が目当てだとすれば動機も十分。しかも彼を救えるはずの妻があろうことか夫の犯行を裏付ける証言を。展開の見事さと驚愕の結末、法廷劇の代表作。こちらは言わずと知れたアガサ・クリスティの作品です。ただおすすめいただかなければ知らなかった作品ですので、おすすめいただいて本当に感謝です。私はアガサ・クリスティ作品は、そして誰もいなくなったを読んだことがあります。こちらの作品はね、もう本当に名作、みんなが知っている作品なので、多少予備知識を不可抗力で得ていたんですが、それでも読んで衝撃を受けた作品です。まだまだ読み慣れていない海外小説ですが、それでもおすすめ聞かれたら真っ先に挙げさせていただく作品です。そしてもう一つ私、アガサ・クリスティ作品に触れていまして、それはディズニープラスで、ナイル殺人事件というね、映画を見ました。こちらもかなり衝撃を受けた作品でして、ナイル川を運航する船上で次々と起こる殺人事件にもう鳥肌が立ちましたまた事件の真相もかなりね、もう驚く内容でもうぶったまげましたので、こちらの原作小説であるナイロに死すもね、読もうと思っている作品です。これらの経験からアガサ・クリスティ作品開拓したいなと思っていましたので、そんな中でお勧めいただいた作品でしたので、早速購入させていただきました。ただ本作はちょっと戯曲設定らしいんですよね。で、ちょっと戯曲設定ということで、こう登場人物の名前が書いてて、そこにこうセリフが書いていてっていう感じで進んでいくんですよ。だから普通の小説はちょっと違う構成で、ちょっと読み慣れていないので読み切れるかちょっとだけ不安です。まあ、ただね、全体のページ数も少ないですし、章もね区切られていますので、まあまあ読み切れるかな、頑張って読もうかなと思ってます。ただこう読み切れるか不安ってちょっと言っちゃったんですけれども、おすすめいただいた方のコメントは結構ね、興味を惹かれるコメントでしたので、実は今回ご紹介する中で一番読みたい度高い作品です。今から読むのが非常に楽しみです。はい、君はサイコロを振らない新名聡著。まずはあらすじご紹介します。人生なんて所詮はゲームだ。中学時代の友人の死が忘れられず、そんな心情で日々を淡々と過ごす高校生の志崎春。遊ぶと死ぬゲームを探しているという同級生陸に頼まれ、彼女と呪いの研究をしている大学院生葉月と共に、不審な死を遂げたゲーマー男性の遺品を調べることに。大量に残されたゲームを一つずつ遊んで検証する3人。するといつの間にか春の日常に突然黒い影が現れるように。春くんって実はもう呪われてない？呪いのゲームはどこにあるのか、その正体と春の呪いを解く方法は。こちらもおすすめしていただいてから知った作品です。本作は遊ぶと死ぬというゲームをしたことで呪われてしまった主人公春が、その呪いをどう解除していくのかというホラー構成と、謎解きもね、しっかり楽しめる内容になっているみたいです。表紙の雰囲気とかタイトルからもね、全然こうホラーとかミステリーの要素全然感じないんですけれども、ホラー要素あり、ミステリー要素ありということで、そのギャップがね、非常に気になります。ちなみに著者の新名聡さんの作品の中で他に気になっている作品ありまして、そちらが以前気になるホラー小説としてご紹介していた、あさとほという作品です。こちらはね、実はまだ読めていないんですけれども、子供の頃に消失した妹と何やら関係がありそうな古書あさとほを調べていく葉月という女性が主人公です。こちらはね、ホラー小説×こう、ちょっと不思議な世界観という構成みたいで、まあ、ホラー初心者の私にはうってつけかなと思って気になっている作品です。そんなね、気になる作品が尽きない著者の作品を、まずは本作から味わいたいなと思っています。はい、ザ・ロイヤルファミリー、速水和真著。まずはあらすじご紹介します。お前に一つだけ伝えておく。絶対に俺を裏切るな。父を亡くし空虚な心を持て余した税理士のクリス・エイジは、ビギナーズラックで当てた馬券を縁に、人材派遣会社ロイヤルヒューマンのワンマン社長山王幸三の秘書として働くことに。競馬に熱中し、ロイヤルの名を冠した馬の勝利を求める山王と共に有馬記念を目指し、馬主とその家族の20年間を描く圧巻のエンターテインメント長編。こちらは視聴者の方にお勧めいただく前に、実は YouTube を見ていて気になっていた作品です。ただ、もともと知っていた作品をこう別の方から面白いよって言われると、さらに気になってしまうのは読書好きの差がでしょうか著者の早見さんの作品は、本屋大賞のノミネート作である、店長がバカすぎてというね、書店員さんを主人公とした、こう、笑える要素たっぷりのお仕事小説しか読んだことがありませんので、本作のような骨太な小説は初めてですので、非常に気になっています。あらすじにもありましたように、こう、エンタメ小説ということで、エンタメ小説大好きな私は非常に期待度高めに持っているんですけれども、読んだ方の感想を見ると、最後の一行でめちゃくちゃ泣かされるらしいので、まあ、本を読んで泣くことも大好きな私は、そのあたりも非常に気になっています。かなりね、長編かつ、結構ね、長編なんですよ。長編かつ、競馬を全く知らない私がちょっと読み切れるか、ちょっとだけ不安なんですけれども、まあ、わからない部分があれば適宜調べながら、この作品ね、楽しみたいなと思っています。以上、視聴者の方々にお勧めいただいた本の購入本でした。基本的にお勧めいただいた作品は手元に控えて実際に読もうと思っていますので、またね、この企画で動画投稿できればなと思っておりますので、次の購入本でも遊びに来てもらえると非常に嬉しいです。動画最後までお付き合いくださり本当にありがとうございます。チャンネル登録、高評価いただけますと更新の励みになります。コメントお待ちしております。それではまた次の動画でもお会いできればと思います。バイバーイ。動画いかがだったでしょうか？いつもね、視聴者の方々にたくさんおすすめ本を教えていただくんですが、本当に視聴者の方々、本にお詳しいなと思います。今回ね、このような動画で投稿させていただくと、改めてこのチャンネルは視聴者の方々に支えていただいているなっていうふうにね、感じます。いつも本当にありがとうございます。また次の動画でもお会いできればと思います。